ユートピアはアメリカ合衆国出身のロックバンド。同国のマルチプレイヤー、トットラングレン率いるプログレッシブロックユニットとしてスタートし、以降は同志のサイドプロジェクトとして1980年代まで活動した。以後、1992年2011年と短期間活動の後、2018年から再始動を果たしている。創設者。 トットラングレン1973年、ソロアーティストとして成功していた、ミュージシャントットラングレンによる、プログレッシブロックを演奏するユニットとして発足し、トットラングレンズユートピアの名で活動を始める。デビューアルバムのメンバーは、ケビン・エールマン、マーク、ムーギー・クリングマン、ジーン・イーブ、エム・フロック・ラバット、トットラングレン、ラルフ・シュケット、ジョン・シーグラーの6人。セカンドアルバム、 アナザーライブでは、ラバットとロジャーパウェルが、エルマンとジョン、ウィリー・ウィルコックスがそれぞれ交代。ユートピアに短縮解明以降のライブサードアルバム、太陽神からトット・ラングレン、ロジャー・パウェル、カシム・サルトン、ジョン、ウィリー・ウィルコックスの4人編成になり、以降は、バンド名も、トットの冠を外して、ユートピアに短縮し、パーマネントユニットとなる。 フォースアルバム以降からポップ歌詞校がさらに進み、音楽性を変えながら1986年まで活動した。1992年に再結成を果たし、来日公演が実現。この模様を収めたライブアルバムをリリースした。以後は本格始動までには至らず、短期の活動のみで終わっている。2009年、トットのライブに、ロジャー・パウェル、カシム・サルトン、 ラルフ・シュケットが客演。2011年に、トット、シュケット、シーグラー、クリングマン、エルマンが集結し、その後サルトンの合流とジェシー・クレスが新加入した7人で、1992年以来19年ぶりにライブを開催。しかし参加していたムーギー・クリングマンが休止する。2018年、トット、サルトン、シュケット、ウィルコックスの4名によるラインナップで、 32年ぶりの北米ツアーを開催。しかし開始前にシュケットが健康問題により降板し、代役にイスラエルのロックバンドミスフラグのメンバーギル・アサヤスを起用した。その後、ラルフ・シュケットは2021年に死去している。ABC ユートピア・バイオグラフィー・ヒストリー。アル・ミューズ・イック2018年9月13日、閲覧。 トットラングレン率いるユートピアが70年代のメンバー3人と共に再始動、北米ツアー開催。アマス、2018年3月26日へ閲覧。トットラングレンズユートピアの復活ツアーラルフ・シュケットが健康問題のため不参加、大役の公募が行われる。アマス、2018年3月26日へ閲覧。トットラングレンズユートピアの復活ツアーがスタート。 アマス、2018年5月11日閲覧。元ユートピアのキーボーディスト、ラルフ・シュケットが73歳で死去。ミュージック・ライフ・クラブ、2021年6月14日、閲覧。ありがとうございます。